アメリカ女子ゴルフ歴シーズンの出場、格を争う最終予選会は、2日、フロリダで第4ラウンドが行われ、首位でスタートした18歳の畑岡奈紗選手は、通算11、アンダーで2位に3打差をつけて首位を守りました。首位でスタートした畑岡選手、バーディー7つ、ボギー2つ、ダブル、1つと出入りの激しいゴルフでした。スコアを3つ伸ばし、通算11アンダーとして2位に3打差をつけて首位を守りました。畑岡選手は、前半はパットが苦い流れだったが、中盤はアンラッキー。選手は通算3オーバーの57位で、とも、3日の最終ラウンドに進みました。終わりよ、会は、上位20人に入ると、来シーズン、ほとんどの試合に出場することが、